あなたは何署の何さんですか？浅見警察官、それで今マイクでやる。いやいや、手、あ、暴行ですよこれ。暴行でも何でもない。あ、今手出しましたね。どうしたんですか？暴行ですよこれ。あ、警察官呼んでください。警察官ですからね。いやいや、110番通報しますから呼んでください。あ、あなた呼んでくれますか？今見たでしょ。いやいやじゃない、触らないでください。してないでしょ。暴行ですよ。してないですよ。ちょっと待ってください、110番通報しますから。はい、はい、来たらはっきりしてみましょう。警察官から暴、警察官から暴行を受けました。今、はい、います。阿佐南警察署のものだと言っています。阿佐南区の区民文化センター前にいますんで、すぐ来てもらえますか？これ110番通報。いや、話しないって言ってるんですよ。ですから別の警察官を呼んでもらえますか？いや、ここの警察官が暴行したから、これじゃ公正公平な告発権が行使されない恐れがあるんで、直ちに来てください。今これ録音録画します。30代後半ぐらいですね。2人います。原付で来ました。区民 文化センター、はいはい、この前にいますんで。はい、お願いします。ありがとうございました。カードをお取りください。すみません、法律の根拠を教えていただけますか？法律の根拠を教えていただけますか？拡声器で言わない。拡声器は禁止の条項を教えてください。ボリュームが大きい。この交通の妨げになってますか？質問します。周りの住民さんの迷惑になってるでしょう。迷惑になっていると使用できないという根拠を教えてください。音量を下げなさいって言う。音量を下げなさいっていう根拠を教えてください。音量ってどこからどこまでですか？測定器持ってますか？測定わけないですけど大きいですよ。じゃあ測定器を持ってきてください。あなたの感覚なんですね。あなたの感覚ですか？すべてそれマイクで言わない。いや、証拠を残すためですよ。悪性器で言う必要はないでしょう。あなたに強制される根拠を教えてください。法律の第何条ですか？道路法ですか？どうしたんですか？道路法ですか？それとも何か別の個別の法律にありますか？教えてください。なんで隠し引きで言う必要があるんですか？先ほど暴行しましたが。暴行なんかしてないです。暴行認めないんですね。認めないですよ。はい、はい、これ動画証拠残ってますけど認めないんですね。どうぞ。いいですよ。 あなたは見てましたよね。見てましたよ。はい、これ暴行と言わないんですか？暴行は言いません。はい、なぜでしょう？暴行とは言いません。なぜでしょう？暴行とは認められません。暴行の要件は何ですか？暴行には当たりません。さっき当たりませんは何ですか？何ですかってもう何ですか？道路交通法なのか何なのか。このね、拡声器を使っちゃいけない理由、あ、これやめてください、ね。ええ、苦情入っとるし。いや、苦情が入ってるのは、うん、苦情が入っとるじゃないけんでしょ、ね。ああ、いや、やめなきゃいけない理由は何ですかって言ってんですよ。いやいや、そこは近づかないですよ。触んないでください。接近しないでくださいよ。いや、離れてくれますか？1メートルぐらい。最低職務質問するのに離れても別に職務質問できるでしょ。50センチぐらい。このマイク離してください。拡声器のね、職務質問できますよね。できますよ。はい、うん、
マイク出から叫ばないや、はい、音がいや音量下げてくださいってでしょ。いや下げてくださいや、強制ですか任意ですか。強制で法律の根拠があれば下げますって。そんなことだからそこ伝えてくださいって。いやどん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 下がってるんですけど、下がりたくないから。普通に話するのならします。暴行を受けたくないから下がってるんですよ、うん、いや歩くのはいいんですよ、前進するのは。私も自由、行動の自由があるから一歩後ろに開きますけど、いいですね。だけどそのマイクで喋らないね、制止する権利をね、制限する根拠を教えてくださいって言ってるんですよ。根拠があれば、苦情が入ってる以上やめてください。根拠があればやめますって、根拠を示してください。あなたは何警察署の 何さんですか。あもういいよ、警察ですからね、はい、いやいやこうほら触らないでくださいよ、うん、触ってないでしょ。触らないでください、離れてください。いや離れてください、うん、警察の音声が入っちゃうから消してください。向こう行ってください、うん、業務は普通に起こってないです。関係ないでしょ。いやいや関係ないじゃないです。やめてもらえますか。マイクで叫んでなかったらやめてもらえますか、ね、やめてください。今110番通報したのを確認していますね。あなたはしたかどうかわからんけどね、もし電話に入ったら見ましたよ。ああそうですね、うん、じゃあ指示は110番通報これに入りますか。110番、はい、まあ、ここに入るかどうかわからんですけどね、はい、別の警察官呼んだんで待っていてもらえますか。うん、待ちますよ、はい、それを待ちましょう。マイクはやめなさい。いやマイクはやめなさいってやめさせる権利はないんですよあなたに。大きな声やし騒音口調で入った。いややめさせる権利はないんです。警察は口調が入っとるんでね。根拠条文をちゃんとに言ってください。ほらどん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 先来るんですけど、うん、一体何なんですかこれ、うん、これ移動の制限と言わないんですかこれ。してないでしょ何も。いやだけどあなたは最初に来た時どこの場所でした。そこですよ、もうそこですよ。あじゃあなんでここを前進してくるんですか私、うん、でマイクやめなさいって言う。いややめなさいって言うのは強制力の行使ですかこれ。苦情が入っとるからやめてください。いや強制力の行使かどうかを聞いてるんですよ。苦情が入っとるからやめてください。強制力の行使かどうかを聞いてるんです、うん、隠し域で言うのやめなさい。強制域、強制、苦情が入っとる以上やめてもらうようにねなっておりますからね。いやいやほらどん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 ここに来てる、うん、あれちゃんと言わんけん。いや言わねえけじゃないですよ、うん、やめてくださいよ、うん、離れてください。いややめてください、離れてください。いややめないやめないじゃないんだ。ちょっとどいてくれます、うん、私この車もちゃんとどこの人か逃げられないようにちゃんとこれ写しておきますけど。名前言わないんですねあなた。もう一人の方、もう一人の方言わないんですね。名前名乗らないんですね。はい、名乗らないんですね。あ警察手帳見せてくださいじゃあ。警察手帳を見せてください、うん、店ですけどね、はい、写真なんかでこの間、うん、正当な宣伝活動が停止されてますけど、うん、あなたが強制してやめなさいって言ったからやめさせられましたよね。隠し域でやめさせられましたのは事実ですね、うん、やめさせられたのは事実ですね。隠し域で言うのはやめなさいって言いましたよ、はい、隠し域の使用を法の根拠に基づかずに制限をしましたね、うん、ほらなんでこっちやってくるんですか。私別に逃げてるわけじゃないじゃないですか、うん、音が下がれるけね。いや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 、あなたが先に前進、一歩前進してるから私が一歩下がってるんですよ、うん、どうですかお巡りさん。私が一歩下がった二歩下がったってこれ移動の制限のならないんですか。ならない。ああ自由じゃないですか。私は制限しておらんでしょ。いや制限してるじゃない、やめなさいって言ったじゃないですか、うん、マイクでやめなさいっていう制限ないんですよ。近所の人がねうるさい。いやいや近所の人がうるさいのはそれは業務で分かってるけれども、ね、制限を出してくださいっていうこと。制限の根拠、何語の何条ですか。普通の騒音なんか口調で来たよ。じゃあちょっと、いや私喋るからいいですよ来なくたって、うんうん、いいですよ来なくたって、うん、全身わざわざしてなんかこれ威圧ですか、脅迫ですか。いやいや脅迫ですか。何もしてないじゃないですか。いやいやそれじゃなかったらなぜこうやってこうやって一歩一歩ずつ前進してくるんですか、ね、え、はい、え何ですか。ちゃんと話聞くためにね下がったりするけん会話がよく聞こえるように前に行っとるだけでしょ。いやそこに、ね、顔を使ってもなんでもないでしょ。私が顔をつけたらちゃんとあだ言っとるじゃないですか。でどうしたんです。自分もそばに顔を近づけていくからっていうわけじゃない、ないじゃないですか、ね、ちゃんと1メートルぐらいしてから話しておるのに。これ1メートルですか。これ1メートルぐらいはあるでしょ。
1メートルぐらいと1メートルとは違いますね。物差し持ってるわけじゃないですよね。ですよ、はい、それはあなたの感性だからいいんですよ、うん、で私は私の感覚があるんですから、まあ、そうでしょ、感覚そうかもわからんですけどね、うん、そこに来る話して話すわけでもないし、こうやって時間稼ぎですか。あ、その間ずっと強制させて、強制させられたままで開始できないんですけど、うん、あ、困りましたね。学生でから小屋スターみたいで言うか、いや、だから有権力の行使でしょ、これ有権力の行使ですよね。僕マイクはできない。入った以上はね、やめてもらわなきゃいけないですからね、はいはい、やめてもらわなければじゃない、やめさせようとしてるんでしょ、うん、あ、ちょっと、はいはいはい、今ね、どうした、はいはい、私はね、ちょっと先なんか殴られた、暴行、これ録音に入ってますから、はいはい、でまず最初にお宅の名前と所属を聞かないと、はい、私も探りようがないんで。あ、私ですか、はいはい、私は浅南警察のパトカーの鳥の坂本と申します、はいはい、